どうも、ナイチです。4月の中頃に今撮影してるんですけど、3月の末にですね、自分人生初めて人間ドックを、受診してきました。で、人間ドック何かっていうと、まあ今学生のみんなが見てくれてたら、健康診断って学校であるじゃないですか。で、あれのもっとすごい細かいことたくさん調べますよバージョンみたいな感じです。で、自分今33歳なんですけど、で、なんでこの年になって受けようと思ったかっていうと、まず、自分、YouTube 以外に本業もあって仕事もしてるんですけど、その仕事が個人でやってるんで、まあ会社に入ってないと健康診断がないんですよね。だから塾講師やってる時は健康診断があったんですけど、やめてから一回も受けてないんですよ、こういうのも。で、あと、もともと持病があるので、その持病のやつも心配だなと思って、いろんな人に早く行け、早く行け、早く行けって言われてたんで、受けてきました。で、その結果、結果をね、皆さんとちょっと共有していこうと思います。まず、ちょっとこのね、冊子みたいなのをくれるんですよ。そう。で、これファイルをね、開いていきますけど、まず最初に、機能別判定っていうのがあって、まあ、これも、通知表でいうところの、その最後の数字です。もう、5、4、みたいな、3、みたいな。A だと異常ありませんと。で、B だと出てるから、わずかに標準から外れてるんだけど心配はないよと。で、C が、日常生活、ちょっと注意が必要だよって、経過観察が必要だよっていう。まずくはないけど、ちょっと気をつけなきゃいけないんじゃないそれ、みたいな感じが C。で、その下がまずくて、D2 が再検査、D1 が治療が必要。もう E に関しては、治療を継続してくださいっていう判定があったんですが、それまあ D2 からしたらちょっとまずいのね。 D から E がまずかったんですけど、結果的に D と E 合いませんでした。あ、よかった。持病に関してはですね、本当にちょっと検査をサボってまして、特にこの YouTube 忙しくなってからサボってて、あ、やべえなって、多分今回まずいんじゃないかなって結構ビビってたんですよ、正直。だから、まあ、来てよかったんですけど、ただ、C が2つですね。で、B が、4つ、項目がありました。それで出しますね。C がね、今回の一番の問題はここなんだけど、身体計測です。これは、身長と体重の分。つまり、太ってデブってことなんですよ。デブっていうことなんですね。これまず C、1個目。で、もう1個は、尿酸検査。尿酸です。はい。で、これは、後でちょっと詳しく話をするので、この2個が C でした。で、B が、胃の中の、まあ、視鏡、胃の中の生検っていう検査なんですけど、今回胃カメラをね、鼻からこう管を通すのをやったんですよ。めっちゃ大変だったんですけど、で、それの検査がちょっと B。あとは、肝臓と腎機能が、B ですね。で、もう一個は血清検査っていう。まあ、これ言われただけでちょっとね、よくわかんないと思うんで。まずは、一番突っ込みたくなる体重のところ、見ていきましょう。出せたらそうかな、これでご覧ください。身長が 181.1、これですね、自分1センチ以上伸びてですね、今回なんかよくわかんないんですけど伸びてたんですよね。で、問題はここです。体重が74.5 で、自分の身長では標準体重が 72.2 なので、まあ、2.3 オーバーしてますと。で、 BMI が 22.7、死亡率 21.7、 肥満度が 3.2% と。BMI と死亡率はギリ入ってるんですけど、まあギリギリですよ、本当に。まあ、分かってた、これも分かってた。問題はこのお腹周りですわ。もう H がついてるのは、まあ、H がついてるんですけど、標準超えてますよと。で、 84.9 以下だったらいいんだけど 85.6 っていう、もうお腹デブっていうことですよ。はい、ということで、まあ、ここです。これで引っかかりました。ただ、メタボリック判定、メタボ判定ですね、もう出してくれてて、メタボ判定は一応被害とメタボではないよということだったんですが、そこにね、メタボリックシンドロームの判定のとこに、アドバイスというか、あなたはこうですよっていうのが書いてあります。身体計測値で標準値を逸脱するものがあります。肥満は生活習慣病などを起こす原因となります。食事の摂取量に注意し、毎日適度の運動などを心がけましょう。もう耳が痛いですね、ここまでで。尿酸値が軽度高値です。少し高いと。プリン体を多く含む食品、例えば肉類、魚の干物などを控えてください。その他、今回の検診ではおおむね異常を認めません。もしも体調に変化がありましたら外来にお越しくださいと。まあ、ざっくり言うと、プリン体、まあ、ビールは飲まないのでそこは大丈夫なんですけど、肉と干物を控えなさいと。まあ完全に控えるのはね、無理ですけど、ちょっと控えます。自分魚も
干物か刺身が好きなんで、刺身が一番好きなんですけど、まあ刺身はいいのかな、わかんないけど、干物は控えます。はい、ね、で体重に関してちょっとだけ言い訳させてもらうと、ただ俺一番マックスの時は80キロあったんですよ。これ塾講師の時がマックスで80超えてて、で辞めてから最高72まで落としたんですよ。8キロ落として自分で。で、ちょっとここ1年2年で太ってしまって、一回77ぐらいまで戻っちゃったんですよね。でやべえと思って、今年の目標に俺5キロ減量が入ってるんですけど、それを77だったんで5キロ戻そうと思って、そうすると72じゃないですか、で標準に入るからって思って始めました。で一応 2.5 は落としたんです、今年入って。そこ褒めて2.5は落としたんですけど、まあまだそれでもね範囲に入ってないので、まあ、ひとまず72キロに行くように。で腹筋と背筋はね一応毎日やってるんで、まあ、それでねちょっとお腹周り、自分ねお腹周りでもこれ映せないけどあのね、ここもひどいんだわ、ここも肉がひどいんだけど、どっちかってここがひどくって、わかるかな、わかる、ここさ背中のさ、ここ横、ここどうすればいいのって思って、だからネットでいっぱい調べたんですけど、なんかその効くこうひねりながら腹筋とかさ、そういうのやってるんですけどね。まあまあまあ、ひとまず来年も、まあ3月ぐらいに受けようかなと思ってて、で、こう、結果がね、並ぶんすよ。今回と次回、前回、今回みたいな。なので、お、配置頑張ったじゃんって、もう34歳になってるから、その時きっと、頑張ったじゃんって言ってもらえるようにね、まあ頑張ります。